菅総理長男に1万株鉄道利権を暴く。東北新社の接待問題で名前が出てきた菅総理の長男、今回は鉄道利権。新斎さん、こちら教えてください。はい、菅さんという方はもともと小此木彦三郎さんという衆議院議員の秘書だったんですね。はい。でこの小此木さんという人が運輸族で、まあ、そこから、鉄道関係の、まあ、人脈を引き継いだという経緯があって、で鉄道利権の大きなものの一つが、駅の中のお店の出店する権利、はい、駅中のこう出店権っていうのがあって、まあ、今回我々注目している取り上げているというのは、このキャラバンコーヒーっていう会社があってですね、はい、この会社が、例えば JR の横浜駅の中とかにこう出店をしてるんですね、喫茶店を。でそれも、まあ、菅さんの、まあ、影響力を背景に出店できたんだけど、はい、このキャラバンコーヒーをやっているステーションキャラバン社っていうところの菅さん筆頭株主なんです、はい、でこのキャラバンコーヒーを要はその設立するにあたって、まあ、鉄道関係の人脈がある菅さんにいわば株を持ってもらったというか、実質株を上げたというような経緯があったようで、でそこの大株主だったんです、ね。はい、菅さんが1万株持ってたんです。1万株、はい。ステーション、キャラバン社の株を。はい、で、2013年の2月に政治家の資産公開があって、閣僚の、はい。で、菅官房長官の資産を公開をしたところ、このステーションキャラバン社の株式っていうのが、資産から消えてたんです。もともとあったものが、1万株が。はい、1万株が。で、なんで消えたのかということで、我々取材をしたところ、はい、この1万株を長男の聖郷さんに、はい、まあ、譲渡していたということが分かった。という、まあ、そういう経緯ですね。はい、我々そのステーションキャラバン社の今の社長さんにも取材をしていて、で2012年に菅さんから、株を息子に渡したいと言われたということも、まあ、証言をされているんで、はい、それはまあ間違いないですね。あとその気になるのが鉄道利権を暴くというこの見出しなんですが、はいはい、これはいかがですか。そうですね、まあ、このステーションキャラバン社との関係というのも、はい、もっとちゃんとこう掘り下げていく必要があるかなと思っていますけれど、それだけではなくて、はい、例えば菅さんの実の弟さんをやっぱ JR 関係の会社に、はい、まあ、いわば押し込むような形で就職をさせたという疑惑があったりですね。あるいはこの菅さんの長男の聖郷さんが代表を務めていた会社があるんですけど、はい、その会社の所在地が京急電鉄の所有する駅ビルの中にあったりとか、先ほど申し上げたように駅の中に出店したり事務所を構えるというのはなかなかハードルが高い大変な競争なんですけれど、何のコネもなくそんなところにオフィスを構えられるわけがありませんから、そこも影響力があったんじゃないかなというふうに。で、まあ、さっき申し上げたステーションキャラバン社からは、菅さん毎年献金をずっと政治献金をもらっていて、トータルで770万ぐらいの献金を受けてるんですね。はい、だから彼らのために便宜を図って、それを政治献金の形でバックさせているというような構図があるとすれば、それはちょっと問題ではないかなというふうにも思われるって、これ、新谷さん、この、まあ、公開義務のある株式だったわけですよね。はいはい。まあ、それが消えたってことなんですけども、これはその菅さんからしてみると、どういう意図でこれを消したんでしょう。実はですね、菅さん、2007年当時、総務大臣、第一次安倍内閣の総務大臣だったんですね。で、内閣改造で総務大臣から官房長官になるんではないかというふうに言われていたわけですが、はい、ちょうどそのタイミングで菅さんの、事務所費の問題っていうのが報じられて、はい、でそれで官房長官が幻に終わったという経緯があり、その時にその身辺のお金については、まあ、かなり注意深く、まあ、断捨離のようなことを行っていたと、はい、その流れの中でこのステーションキャラバン社の株 もう長男に渡そうと、いうことで、渡したという流れのようですね。あ、そうなんですね。うん、これ新谷さん今後どうなっていくんですかね。そうですね、まだまだ我々も深く取材を続けないといけないなと思っていて、まあ、国会での追及等も含めてですね、はい、この鉄道利権に関してはもうちょっと深く、まあ、総務省に続いてですね、はい、取材をしていく必要があるんではないかなというふうに思っております。はい、
さあ、続いて紹介するのはこちら。森会長はボケてる。女性演出家を排除。黒幕は電通ナンバー2。渡辺直美さんを起用した東京オリンピックの開会式の演出プランが非難を浴びて辞任となったクリエイターの佐々木宏さん。いや、それにしても新谷さん、文春法のものすごさ、これ改めてラジオ機の方も実感した人も多かったと思うんですが、新谷さんの方にも反響大きかったでしょうね。そうですね、様々な反響をいただいて、はい、いや、すごい記事だったというふうに言っていただく方もいれば、要するに我々記事のダイジェスト版のスクープ速報というのを、はい、雑誌の発売前日に出しますけど、その短いダイジェストだけ読んで、渡辺直美さんへの、まあ、女性蔑視とも取られるようなあの部分だけを、はい、LINE のあの一部だけを読んだ方と、全体を読んだ方との間で相当受け止めのギャップがあって、全部読んでいただければわかるんですけど、あの一部だけを読むと、むしろ LINE を流出させてるのは問題じゃないかとか、はい、これ1年も前の話に目くじら立ててというようなことをおっしゃる方もいたんですけど、それは非常にこの問題を矮小化しているんじゃないかなと思って、はい、全体を読んでいただくと、このオリンピックをめぐる組織委員会とか、あるいはまあ今回メインのテーマになってくる電通の問題ですね、はい、その構造的な問題にまあメスを入れているという記事なので、はい、そのあたりの受け止めのギャップがあったのを、まあ、今週号をですね、合わせて読んでいただければ、すっきりともう全体の構図がよくわかるのかなと、はい、我々が何を問題視しているのかというのが、まあ、わかりやすく伝わるんではないのかなというふうに思うんですけれども。はい、渡辺直美さんもね、ご本人も YouTube でコメントなんかしてますよね。そうですね、ご自身が豚になるという、まあ、はい、案については、もしそんな依頼があれば絶対断ってますし、はい、その演出を批判すると思うというふうにおっしゃっていて、はい、で一方で、もともとその佐々木宏さんの前に、この開会式を、まあ、担当、責任者として担当していた美希子さんという女性振付師のプランに関しては、もう本当に鳥肌が立つほど素晴らしかったという絶賛をしていて、はい、でまあ、今回の記事ではですね、なぜその美希子さんが演出担当から外されたのかという経緯を、まあ、非常に詳しく書かせていただいているというわけです、ね。はい。まあ、おそらくラジオ機の方の中にはですね、一旦外されたその女性演出家、美希子さん、まあ、佐々木さんという人が辞めたわけですから、美希子さん戻ってくるんじゃないかという、そういう考えもあるかと思うんですが、そのあたりいかがですか？そうなんですね。そんなにまたこれ、単純な話ではなかなかありませんで、まあ、なんでじゃあ美希子さんが、まあ、結果的に排除されてしまったのかということで言うと、はい、森さんとか森喜朗さんとかですね、はい、あるいは佐々木宏さんのその背後にといいますか、まあ、黒幕というタイトルをあえて使っておりますけれど、黒幕のような存在が実はいたんではないかと、はい、でそれが、まあ、電通の代表取締役で、まあ、今ナンバー2の立場にある、まあ、高田義夫さんという方ではないかということを、まあ、指摘していて、はい、この高田さんという電通のナンバー2の方は森喜朗さんとももう家族ぐるみの付き合いで、まあ、森さんが女性蔑視発言をされた時も、まあ、森さんが会長を辞任することをまあ反対して、まあ、ずっと森さん擁護するような、しかもこの佐々木宏さんとは電通の同期ということもあって、ね、同期なんですね、電通としては、やっぱオリンピックってものすごく巨大な利権なので、はい、電通主導で仕切りたいわけですね、キャスティング等々も含めて、ただまあその美希子さんは美希子さんで当然ながらプロのクリエイターとしてのこだわりがありますから、はい、電通の思う通り振り付け通りにはなかなかいかない面もあり、そういう意味でやはり電通としてよしやすい佐々木さん、電通 OB ですから、しかも高田さんとは同期で通通の関係で、はい、もう高田さんはいつも佐々木は花形、俺は影というふうに言ってるような、まあ、そういう関係性ですから、佐々木さんに、まあ、コロナで1年延期したことに乗じて、まあ、うまくチェンジさせた、美希子さんを外していったというような、まあ、そういう経緯があり、まあ、我々例えば電通が、まあ、全てを自らの手で牛耳るために動いたんではないかという、まあ、証拠とかも文書として出してますけれど、はい、まあ、例えば全ての昇流、まあ、商売の流れですね、は電通からみたいな、ほうほう、制作会社スタッフ全ての発注は電通から行うとか、はい、
他の広告代理店系のスタッフは NG とかって書いてあるでしょう。そういうものがあるってこと、配ったりとか、相当だからそこら辺は電通がシャニムに独占しようとしてるんではないかなというふうに思うんですね。その流れの中で起こった美希子さん排除であり、はい、佐々木さんの登用であったんではないかなということが、まあ、今回の記事には相当詳しく書かれてますね。あと、新谷さん、もう一つ見出しに森会長はボケてるというのがあるんですが、はいはい、これはどういうことなんでしょうか。ちょっと複雑な構図なんですけど、なるべく簡単にお話をすると、はい、森喜朗さんは美希子さんのことは結構気に入ってたんですね。はい。で、高田さんが、同期の佐々木さんに変えようと、美希子さんを外そうというふうに決めた。はい、その後で、森さんと美希子さんと高田さんが会う場面があるわけです。はい。で、そこの場面で、森さんは、オリンピックの開会式は、この後も美希子さんにリーダーをお願いしたいというふうに直接言ったんです。それで高田さんとしてはもう佐々木さんにすることを決めていた後だったんで、はい、すぐに美希子さんに、いや、森会長ボケてるから今の話は事実と違うからっていうふうに言って、美希子さんリーダーっていうその話は違うんだよ、ボケてるからっていうふうに念押しをしたという。そこで出てきた言葉なんですね。そうなんです。だからまあ、その状況を見ているだけでも、森さんよりも実は隠然たる力をオリンピックにおいて持っていたんではないかなという、全体を仕切る立場にいたんじゃないかなというふうに思われる、まあ、黒幕というタイトルをつけたゆえんですね。はい、こう考えているのか、もうそろそろいい加減こうやめるっていう判断にした方がこのいいんじゃないかなという僕は気がしますよ。これ世論調査もそういう雰囲気ではあるんですけども。そうですね。昨日でしたか一昨日でしたか、メディアが大きく報じていて、日本国内でももう中止あるいはその再延期ですね、っていう声ももう多いんですけれども、国際的に見るともう外国なんかでもね、もう中止した方がいいんじゃないのっていうような声が圧倒的に多いっていうような世論調査結果、国際的な世論調査結果も報じられましたし、今日、まあ、じゃあちょっと触れようかなと思うのが、まあ、これも大きく報じられてますけれども、開会式の演出の、クリエイティブディレクターっていうかって聞くと僕もそれだけでうさんくさいなと思っちゃうんだけど、佐々木宏さん、はい、電通出身のですね、はい、まあこの CM 業界ではものすごくこうスタークリエイターっていうのは、なんか有名な方なんですよ、らしいですね。僕もあんまり詳しくないんですけれども、はい、週刊文春、これまた文春法ですね、はい、で報じられて、まあ、その女性タレントの渡辺直美さんの容姿を、まあ、侮辱するような演出とか、これね、まあ、台本にそう書いてあるんですけど、はい、こういうその曖昧な言い方しちゃよくないですよね、あれどう考えてもその侮辱する演出ですよね。あれ、オリンピックにしようっていう、まあ、その考え自体が世界的にも相当受け入れられないと思いますよ。そうなんですね。どういうふうに考えるか、僕ね、ある、こう、実は昨日の夜かな、電通の人とちょっと知り合いの人と話をしててね、はい、で、その、佐々木さんに同情的な声もあってね、その、こう、いろんなアイデアを出し合って。なんかアイデアがブワーっと出てくる方なんですね。そうそう。で、もう、その、くだらないものから、その、なんていうのか含めてね、バカ話から含めて出し合って、で、練り上げていくっていう意味で言うと、その、アイデアの過程の中でね、ああいうものが出たっていうのは、センスとしては最悪だけれども、その、あんなに言われちゃうのもかわいそうかな、なんていうようなことをおっしゃる方もいるんですけれど、ただね、これ、メディアのちょっと報じ方で、こう、僕問題だなと思ってるのが、その、今回、渡辺直美さんの件がものすごくクローズアップされて、はい、演出についてね、こう、女性を侮辱するものだっていうこと、まさにだから今、岩瀬さんおっしゃったみたいに、その、あれでオリンピックの開会式にやろうっていうようなこと、アイデア自体がおかしいじゃないかっていうような見方もあって、僕はそれは僕も基本的には賛成するんですけれども、はい、今回の文春の報道をきちんと読むと、はいはい、この件は、問題のある種こう一部であって、全体はちょっと違ってね、はい、つまり、その、これ、おそらくは、その、この佐々木さんの、こう、ありよう、佐々木さんの、この間の、その、オリンピックの、こう、組織委員会とか、そういう中での、こう、振る舞い、態度に対して、おそらく、憤りを感じた人が、文春に、こう、情報を、おそらく提供してるんですね。で、問題の本質って、なんかどうもその過程の中の一つとして、この渡辺直美さんの演出のことがあったんだけれども、トータルとして言うと、その、この佐々木さんっていう方が、
まあ、その森喜朗さん、はい、前のそのトップですね、はい、会長、会長と、に気に入られて、うん、で森さんもそのアベマリオっていうそのこの佐々木さんがやったリオの時のあの時のこう演出がまあ大のお気に入りで、はい、でその佐々木さんを可愛がってたと、うん、でその過程の中で、うん、その僕あまり詳しくないんですけれども美希子さんというそのこうずっと女性でね、はい、こうその野村萬斎さんとかが降りた後にずっとそのオリンピックのこの開会式の演出をやってた方がいらっしゃって、で一生懸命な努力されてたんだけれども、その人のアイディアをなんかこうパクったりとか、その人をなんかこうある種こう押しのけて佐々木さんが自分がその演出の中心に座ろうとしたと。でその過程で森さんなんかはまたぞろ例によって女性はなんとかだみたいなことを言って、結果的にその美希子さんたちが降りてあの降ろされてしまったと、はい、でその結局佐々木さんがそのこう総合統括、はい、開会式の演出の総合統括をすることになったと、はい、このありようが問題だというふうにこう文春は書いていて、はいはい、でその中でまあ象徴的なシーンとしてこの渡辺直美さんをその豚に見立ててオリンピックだみたいなこうことをやったっていうのは出てるんですね。そう考えると、ええ、そのある意味で例のその森さんのあの発言、うん、その女はわきまえた方がいいとか、うん、女は話が長いとかっていうのと、はい、ほぼ地続きの現象のこう話なんですよ、はいはい、文春の報道はね、だからその結局こうまあオリンピックっていうもののありようみたいなもの、うん、だからまあ僕はオリンピックがそのなんていうのかな、もう理想系なものだとかね、その聖なる祭典だみたいな思いは全くないんですよ、うん、むしろそうじゃなくて商業主義とかその肥大化のこう極みに達しちゃっていて、うん、IOC も含めて、うん、僕はオリンピックなんてのがそんな立派なものだとは思ってないんだけれども、ただどうもそのこう日本でオリンピックを2020年、はい、あるいは2021年の、うん、にやるっていうことの意義、うん、みたいなものっていうのが、うんうん、こう薄れているどころか、うん、むしろ時代遅れな、うん、なんかこうなんていうの、女性蔑視感みたいなものを持った人たちが、うん、こう中心で牛耳っていて、うん、でその中心で牛耳っていることがここに来て、まあ、森さんの発言とか、うん、この渡辺直美さんの演出、うん、みたいなところ、うん、渡辺直美さんを、うん、こう侮蔑するような演出っていう形で吹き出しているっていう感じがするんですよ。だから、うん、これでもなんかこれが日本の社会の一つのありようみたいな感じになっちゃいますね。だからね、ええ、あの東京オリンピックを招きですよ、ええ、もう本当にね、これ僕右翼の人がなぜ怒らないのか不思議でしょうがないんだけど、もう恥を振りまきっぱなしなわけですよ。だってこれ前も触れましたけれど、最初からで言うと、まずなんていうの、アンダーコントロールとか復興五輪とか嘘ばっかりついてね、で最初に出てきたのがその国立競技場の大混乱ですよ、はい、あんなそのね、こうザ・ハーディドさんの案を、これじゃあとんでもない、また一急にその建設費が膨張しちゃったもんだから慌ててこう撤回するとかね、はい、そこでもまたお金かかっちゃうんですね。お金かかった、はい、それからまあまあいろいろありましたけれども、はい、例えばエンブレムの撤回もあったし、はい、それからそのね、こう猛暑のオリンピックで大丈夫かって言ってたんだけど、打ち水で大丈夫ですとか言ってきたのに、結局 IOC の鶴の一声で札幌に マラソンが行ったりとかね、あるいはその招致の過程でどうもその IOC 関係者にこうお金をばらまいたんじゃないのっていうことで、当時の武田 IOC 会長、あ JOC 会長がこう辞任をするとかね、からまあここに来て森さんの発言、この渡辺直美さんの件、そのオリンピック、まあ、ケチが続いてしまっていると言ったら本当にすごいですからね。だから結局そのこう復興五輪とかアンダーコントロールだっていうようなことを嘘を言って、うん、まあ嘘なんですけれども、うん、嘘を言ったんだけれども、うん、実はその全然こう思惑が違うところにもあるし、日本の社会ってものが例えばジェンダーのこう、うん、ジェンダー指数でいうと先進国で最低どころか、うん、世界的にももう高位に位置しているようなこう日本の状況みたいなものが、こうオリンピックっていうものをこう一つのなんていうのかな、契機にして、うん、どん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 吹き出しちゃって、うん、世界中にばらまかれちゃってるっていう気がするんですね、うんうん、だから僕はこの2021年にオリンピックをこう開くっていうようなことの価値ってものが本当にあるのかっていうことも含めてね、うんうん、あるいはこれコロナの状況ですよね、はい、を考えたって今その東京でオリンピックをするっていうことのこう意味っていうのに対しても多くの人が疑問を感じてるからこそ、世論調査の結果もこうなるわけでしょ。そうでしょうね。そうなってくると、うん、その海外の人たちを入れるとか入れないとかなんていうのはもう今更ね、こんな最初から無理だったでしょうと。や
っぱりこの今オリンピックってものをやるべきなのか、うん、あるいはもう一歩踏み込んで建設的な話をするのであれば、その今後のオリンピックってのは果たしてどうあるべきなのかみたいなことも、うん、こう IOC なんかも含めてね、こうちょっとこう考えてもいいのかもしれないですよ、うん、まあ、日本国内はね、まあ、コロナが第4波の入り口にいるとかいないとか、まあ、いろんなこと言われてますけれども、うん、でも実際のこう感染者数は数としてはね、世界的に見たら少ない方の国で、日本とか ね、アジアはそうなんですけど ね、うん、だからあの分からないですけど、パリなんかね、また始まるわけでしょ、ロックダウン、うんうん、だから実際に向こうの人たちがどう思ってるかっていうのは相当疑問ですよね。そうですよ、あのだからまあ世界的にだから選手たちが来れるのか、うん、それからあの中国があの五輪の、ね、選手たちにワクチンを提供するっていうようなことを言って、日本のその一部のこうなんていうの、どっちかというと中国嫌いの人たちが吹き上がってるけれども、うん、でもそれは IOC にしてみればワクチンを打った上で来るっていうようなことができるのであれば、それは理想形ですよね。だって日本だってそうでしょ。だけどこの時期にこれから、だから先ほど申し上げたように、前半で申し上げましたけれども、その第4波っていうもの、変異株による第4波っていうものを恐れながらワクチン接種とのこう かけっこになるわけでしょ、うん、ってことになってくると、第4波に対応するその医療資源、うん、はい、本来はもっとだから充実させなくちゃいけない医療資源ってもあるし、うん、と同時に今度ワクチン接種ってことになってくると、うん、北海道から沖縄まで日本全国つつ裏裏で、そこに医療資源をかなり投入することになるわけですよね、はい、あのアメリカとかヨーロッパなんかだと、その例えばお医者さんとか看護師さんの免許ない人たちも、はい、あの注射打てたりとかするようないろんな工夫をしているようですけれども、はい、日本の場合にはああいうこう注射っていうのは、まあ、医師免許か、うん、こう看護師さんの免許ないとできないわけですから、うん、現状のこう医師免許看護師免許を持ってらっしゃる方の中の、はい、こう方々を医療資源としてワクチン接種にこう投入するわけでしょ、うん、で一方でオリンピックってことになってくると、選手だけでも1万数千人プラスで、そのこうスタッフとか報道関係者、うん、海外の客入れなくてもおそらく数万の単位で入ってきたら、うん、はい、その人たちに対して何度も検査をしたりとか、それから先ほど申し上げたようにものすごい暑い中でオリンピックやれば、うん、そのね、こう病気っていうか、はい、違う意味の医療体制が必要ですよね。医療体制が必要ですよね、だから万単位の、はい、お医者さんとか医療ボランティアをオリンピックは必要だって言ってて、うん、ボランティアで使おうとしてたんですよ。そうですよね。でだからその第4波のに対応する、うん、でワクチンの接種を全国でやるっていうのと同時進行で、うんうん、オリンピックの選手に対する検査、はい、あるいは医療的なケアっていうのをできるのと、てかそれ以前にするべきなのかっていう話ですよね、うんうん、で考えると、その海外の客さんをもう入れないっていうことがを正式に決めて、そういうレベルじゃないと、そうそう、そういうレベルじゃ僕はない。だからあの何段階でもそうですよね、うん、だからオリンピックってものがどうあるべきなのか、うん、で2020年、はい、21年に東京でオリンピックをするってことの意味が果たしてあるのか、うん、だからプラスその現実的にその医療的な資源のことを考えたときにオリンピックなんかやってる場合なのか、うん、だからこれは僕はだから今ちょっとなんかまた例によって熱が入って喋ってしまいましたけれど、うん、世論調査を見てると、はい、おそらく多くの人たちがもうそう思ってるんですよね、うん、ところがこれはIOC はオリンピックやりたい、うん、なぜなら IOC オリンピックやらないとお金入らないので、はい、放映権もね、はい、入らないのでやりたい、うん、それからどうも政権も、うん、まあ、秋までに必ずやらなくちゃいけない解散総選挙に、うん、のためにね、うん、どうもオリンピックをやりたがってる、つまりワクチンもちゃんとやってオリンピックも成功させた自民党として選挙に、うん、日本すごいぞと、うん、そういうのがあるんでしょうねということになってくると、オリンピックを今やる価値があるとすれば、うん、オリンピックが本来建前的に一番遠ざけなくちゃいけないこう政治利用みたいなものしか、うん、今オリンピックをやる価値だから商業主義と政治的な理由しかないんじゃないのっていうようなことを考えれば、繰り返しますけれども考え直した方がいいんじゃないでしょうか。アスリートの思いはね、純粋なはずなのにねと思いますけれども、うん、そうですね、はい、今朝の特集のコーナーはジャーナリストの青木治さんにお話を伺いました、はい、どうもありがとうございました。あの本ご希望の方ね、あのぜひ s@jorf.co.jp までお願いいたします、はい、後でちゃんともう一回言い直しますね青木さんありがとうございました。聖火台に点火されます。まあ、いよいよ、ね。いよいよだけど、あれ最後って誰とか聞いてまだ分かる。発表もしてないか。もう本当にその時にならないと、最後のランナーは分からない。あ、そうなの。当日まで、はい、当日まで。誰が走るんだろう。あの、いわゆるリハーサルみたいなのが一応あるんですけども、そこでも明かされないぐらい、もうトップシークレットの扱いですね。どうしよう、知らん人が。はい。可能性が。
で、うん、まあ、そんな中ではありますが、はい、うん、昨日東京での新型コロナの感染者が420人、宮城では過去最多の171人、そうですね、一気に増えてますね、うん、そして変異株も拡大していまして、うん、トータルで600人を超えています、うん、1週間で164人増えたという、うん、まあ、そんな中での聖火リレーのスタートとなっています、うん、まあ、ちょっと日程バーッと見ていくと、はい、まあ、福島、栃木、群馬、長野、岐阜と、まあ、つながっていくんですけど、うん、愛知が4月5日から6日、うんうん、そして大阪が4月13日から14日を迎えるんですが、うん、まあ、緊急事態宣言も前出されてた地域で、うん、まあ、大都市圏でっていう中で、まあ、密を避けながら、ちょっとどういう形になっていくのかなっていうのはちょっと、ね、心配なところでもありますし、注目のところでもあります。だからこれで見るとあれだよね、ちょっとこう感染者が増えてるところとこの聖火ランナーが通るところとが時期も含めて合致しちゃうのは良くないなっていう感じするよね。そうですね、うん、まあ、宮城に関しては5月の半ばぐらいで、うん、まあ、東京に関してはもういわゆるもう最後オリンピックに一番近いところですけどね、うん、だから東京ぐらいまで来るとね、もうね、7月過ぎるわけでしょ、うん、まあ、ちょっとまたその時の様子もね、分からないですけど、まあ、今のちょっとまた感染が拡大してきてますよっていう時期の中で、こう愛知、大阪はちょっと迎えることになりそうですね、うんうん、はい、しかもあれ俺はよく分かってなかったけど、まあ、間際になっても走る人も結構ね、はい、辞退したり、まあ、いろんな理由出たんだけど、うん、辞退してる人がもう、まあ、そうですね。まあ、スケジュールもあるだろうしね。はい。うん、まあ、今日も新たに兵庫県で、笑福亭鶴瓶さんが、うん、まあ、聖火ランナー辞退するという発表もありましたが、これまで、まあ、著名人では だいたい少なくとも20人以上の方が、うん、辞退をしております。はいはい。まあ、こう、いろんな理由がある中で、うん、黒木ひとみさん、俳優の黒木ひとみさんは、はい、沿道の密集状態を避けるという感染防止対策が、まあ、難しくなるのではないかということで辞退した。まあ、まあ、著名人がね、走ると人が集まってきますから、自らが走ることによって、まあ、その感染防止対策が難しくなるんではないかっていう理由で辞退をしております。まあ、これも理由の一つになるよね、でもね。芸能人が走るとなれば、それは、ね、見たい人も出てくると、周りが密になると、うん。だからといって、これを見ちゃいけないわけじゃないからね。そう。うん。難しいですよね。ソーシャルディスタンスを守って、声を上げずに、うん、拍手で応援する。まあ、そういうので、繋いでくるところの、まあ、各県、例えば茨城だっけ、通るときに、その県の感染者がかなり増えてる可能性もあると。うん、その両方をこう、ね。そうだよね。集まっちゃうよね、うん。まあね。はい。まあ、そういうところも気になるし、あれだよな。感染者数も昨日も言ったけども、はい、まあその後ちょっと調べたら、感染者数の割にワクチンが、はい、やっぱし日本は本当に今日の新聞でも少なかったね。そうですね。なんか日本はまだ、世界に 0.6% とか言ってなかった？人口100人あたり、うん、0.55 人ですね、うん、はい、イギリスが人口100人あたりで45人、うん、45.21 ですけどね、うん、アメリカが100人中38人、うんうん、で EU はちょっと少なくて100人中 13.59 人で、日本は 0.55 人です。0.55 人って、はい、それ1人に行ってないじゃんかよ。100人中1人にまだ満たない。半分じゃないか、0.5 って言ったら。まあ、ね。まあ、こういうふうに少ないわけだよね。はい、しかもこの後に変異株のことも、ね、はい、国内で変異する株もあるんじゃないかっていうふうに、うん、今日の国会では話題になってたけど。もういよいよ変異株がどんな症状かは分かりますよね。うん、ね、まだ分からない。うんうんうん、感染率高いとか、ね、重症化しやすいとか、まあ、いろんなのがあって、まあ、一生懸命調べてるんだけど。まあ、イギリス型に関しては、うん、まあ、子供にも感染しやすいとかですね。うんうん、
あとは致死率も高いようだっていう、まあそういう研究結果も出てます。それはイギリスだった。だからさ、この調子で行くとだよ、うん、この 0.55 人の調子から行くとだよ、うん、この成果が日本を回っていくわけじゃない、うん、それにこのワクチンの方が、こう、ちょっと追いついていかなくなるっていう駆け足で言うと、状態が発生するよね、それは。あね、うん、本当はなんかコロナの打ち勝った証としてとかってい う,、うん、いうキャッチフレーズで始まってるんだけど、ね、うん、まあなんかこの辺がすごく心配だっていうのがあって、でもとにもかくにもオリンピックは、まあ、聖火ランナーが走り始めた。走ったね、うん、私、まあ、走るとは思わんかったっつうか、走ったね。走ったね。びっくりしちゃった。走った。はい、次です。はい。うん、で、まあ、ちょっとこちらもご紹介させていただきたいんですけど、うんうん、はい、まあ、聖火ランナー走る方のまあインタビューが今朝の毎日新聞に載ってまして、東京オリンピックの聖火リレーが25日に福島県から始まり、サッカー施設 J ビレッジを出発して1万人のランナーが121日間の日程で走る、去年末にルート変更があった福島県の浪江町では、原発事故の影響で閉校になる小学校からスタートする、復興をアピールする場所が大半を占める中、震災の影も映し出すルートは異色だとあります。まあ、実際スタートする地点が、結局、福島第一原発の事故以来ですね、校舎に生徒、児童が戻ることがなく、このまま4月に閉校になるという浪江小学校をスタートして、まあ最後が道の駅浪江というところでゴールするんですが、福島県の聖火リレーをめぐっては、復興のいい面ばかりが切り取られているっていう指摘がずっとありました。で、浪江町でも復興の光の部分に絞ったルートだったんですが、大会が延期になったのを機に、まあちょっとルートの変更を要望して、まあ最終的には、特段負の面を見せようと思ったり、物語性を意識したりしたわけではないが、避難中の町民に見てもらいたい場所をつなげた結果、今回のルートになったと。まあルート変更が行われた理由を話しています。これが最後のイベントになってしまう小学校があるっていうことだよね。はい、はい、はい。なければ、まだ続いたかもしれない学校をスタートするという。はい、さて、その福島ですが、はい、はい。福島の方は、その、あれだね、まあ、はい、昨日これ福島テレビが伝えたニュースですが、福島第一原発では、3月の2日ですね、福島第一原発1号機北側の排水路で、雨水の放射性物質の濃度が高いことを示す警報が作動いたしました。東京電力は現地を調べたところ、排水路の近くで最大毎時5ミリシーベルトのベータ線を出すゲル状の塊が見つかったということです。はい、大きさが直径50センチほど。この場所には2013年8月から瓦礫などを保管するコンテナが置かれていたそうなんですが、3月上旬に移動が完了しているということです。事故後、第一原発の構内で今回のようなゲル状の塊が見つかったのは初めてで、東京電力が分析を進めていると、福島テレビのニュースです。瓦礫が置かれているコンテナがありました。はい。そのコンテナをどけました。はい。そしたら、その下からってことですか？うん、そうですね。下から、50センチほどの塊のデブリが見つかったと。ゲル状の塊。これは何なんでしょうね。まあでも、ゲル状って言っても、ね、もう手出せるような、これがどういう状態なのかまでは、まあでも建屋の中にね、あるデブリは今近づけないぐらいの状態がまた続いてるわけでしょ、このデブリが外に散ってたって話ですか、これは。どうなんでしょう。まあこれを調べているってことです。まあデブリは相当硬いと言われてますけどね。これはゲル状のということで、まあゼリー状のなんかこう、ブヨブヨした、ドヨンとしたっていうのは何なんでしょうね。はい。それは放射性物質をすげえ走ってる。はい。それは当然そうでしょう。それがだから、コンテナの下から、もう笑っちゃいけないけど、今まで置いてあったコンテナの下から見つかったっていうのは。トランと落ちちゃった。
いや、どうしてそこにどうなってそうなったのかな、わからない。手中から漏れ出たのか。わからないですね。どうなんでしょうか。はい。はい。原発の問題を考えながら、原発被災地では光も影もありつつ、聖火ランナーがスタートしたという現状です。はい、さあ、今日も始めましょう。そうだ、自分で書くときは、うん、菅さんのときは、うん、漢字で書いた後に括弧して、菅、うんうん、総理と書きます。あ、そうなんです。私が書くときですよ。なるほど。ね、はい。今日は、原発事故から10年目の真実という5本を、はい、のお話もしたいんですが。あれから10年です。あれから10年です。はい。まあでもその前にちょっと今のね、国会の話もちょっと聞きたいなと。そうですね。はい。はい、思ってるんですが。はい、何でもどうぞ。はい。まあ、このコロナで、まあ、緊急事態宣言が出て、飲食業がかなり今逼迫していると、はい、解除にはなったんだけど相変わらず要請は続いているという状況が続いてますよね、はい、それでその割にはなんかもう冒頭でも話したんですけども、ワクチンの情報がなんかマスコミからあんまり全然入ってこないと。最初は入ってたんですけどね、うんうん、どうなってんだと、はい、ちょっと遅れてんじゃねえのかとか僕たちは思ってるんですけども、その辺はどうお考えですか？つい先週ですね、うん、予算委員会というところで、はい、それこそ菅総理と、ちょっとこのコロナのことで多少議論したんです。はい、で私がその時に申し上げたのは、うん、まあ、ちょうど今日の話題の10年前の福島原発事故などの時に、私が考えたことは、最悪のケース、うん、一番悪いケースを想定して、はい、いかにすればそうならないかということを考えたと、うん、でだから菅総理にもですね、うん、あなたはそのもう1年前からね、うん、官房長官としてこのコロナに当たってて、うん、つまり最悪のケースをどう考えているんですかと、うん、でそれに対してどうすればね、うん、そうならないかを考えるのが、うん、考えて進めるのが、うん、まあ、総理の仕事じゃないですかと、まあ、聞いたんですが、うん、まあ、残念ながら菅総理は、うん、なんかその新しいそのウイルスのね、種類が出てきたとか、はい、でそれは新たに出てきた問題で、うんうん、最悪のケースというのとちょっと範囲が違うんでですね、うんうんうん、どうもその、噛み合わなかったんです、はい。だから全体に見てるとですね、私から見るとやはり、菅総理というのは、うん、確かにそのナンバー2としては、うん、ある種有能なんでしょうけども、うん、官房長官として。官房長官としてはね、はい、こういう本格的に最終的に物事を判断しなきゃいけない時には、うん、今言ったように、うん、こういう危機、こういうまさに緊急事態に対しては、うん、最悪のケースを想定して、うん、それに至らないためには、そうならないためにはどうするか、うん、それにはもちろんですね、うん、専門家の話を聞いて、うん、で最終的に、はい、行政をどう動かすか、うん、予算をどう動かすか、それは総理がですね最終的に判断すればいいんですけど、うん、その最終的な判断の手前の、うん、最悪のケースというのが想定がないと、うん、こうやってることがこう、ね、矛盾してくるわけですよね、うん、まあいろんなことがちょっと後手後手に回ってる感じを受けちゃうんですけどね。もう後手後手というだけでなくて、うん、簡単に言えばその、うん、よく皆さんが言われるようにね、うん、クーラーとヒーターを一緒につけてるようなもんで、うん、その寒いからね温めようと思って、一方でこっちでね暑いから、つまり、例のその、うん、GoTo トラベルにしても、うん、GoTo イートにしても、うん、どちらかといえば人と人がたくさん会って一緒に食事をしろというのが、うん、GoTo トラベル GoTo イートじゃないですか。うん、はい、しかし感染そのものを抑えるには、やっぱりそれを抑え込んででも、うん、まあ、その、シャットダウンしてでも、その家にじっといてくださいって、全く異質なわけですよ。異質なものをね、こっちやったりこっちやったりしてるというのが、この1年間だというふうに、私が見えますね。ステイとゴートゥー。うん、つまりはその、ゴートゥーイートやゴートゥー、まさにステイをね、どっちつかずにやったりやめたりしてると、うん、でこれじゃあその決定的なね、このなんていうか抑え込みは難しいだろうし、まあもう一つ言えばやっぱり検査ですよね。で私も非常に早い段階で言うと横浜港に
船が止まったじゃない、はい、あそこに確か岩田先生という人が行った時に、はい、あのレッドゾーンと、はい、あのグリーンゾーンが分かれてなかった、なかったゾーニングしてなかったんですよね、はい、で自分がアフリカでね、うん、あのそういう治療に当たった時よりも、うん、日本のその、うん、ね、その、うん、船の乗った時の方が怖かったと、うん、はい、でその人はどうしたかというと、うん、その時の、確か厚生副大臣、うん、橋本さんと言ったと思うけど、すぐあいつを下ろせって言って下ろしちゃったんですよね、うん、だから何かこうね本当に、あのなんていうか重要なアドバイスをしてくれてる人をきちんと配置して、うん、それそれの話を聞いて先ほど言ったようにね、うん、その最悪にならないようにどうするかというような戦略的な発想法が私は残念ながら、うん、菅さんにはあのないんじゃないかという、それが私の印象。クルーズ船の時は、うん、安倍さんでした。いや、総理は安倍さんです。総理は安倍さんです、ね、それでその官房長官が、うん、あの菅さんで、うん、でその菅さんはだからそれ以来ずっと続いてるわけですよね、うん、あの総理になって、うん、だからつまりは1年前から事実上のナンバー2として、うん、処理に当たってる人ですから、うん、はい、それが残念ながら、まあ、総理になってからの判断も含めて、うん、何かこう、うん、本当に感染を抑えるためのことを優先するなら、うん、それによって生じるその経済的な被害はあの財政で全て穴埋めするということで、その代わり抑え込みはかなり厳しくやるならやると。しかしそれをこっちをやったりこっちをやったりすると、うん、まあ、普通の言葉で言うとアパハチ取らずになるわけですよね、うん、なんか海外の政策なんか見てるとなんかこうどっちつかずの感じだなという、まあその日本はよその国に比べて死者数も感染者数も格段に少ないっていうね大元があるんですけども、それでもなんかここまで長引いてきて、ここまでなんかこう打撃が大きくなってくると、うん、どっか政策が間違ってるのかなとも思っちゃうんですけどね。まあだからその誰がやられてもですね、うん、そう簡単ではないというような世界の状況を見てても、うん、その通りだと思うんです、うん、ただ今言ったように、うん、あの菅総理なら菅総理としてのね、うん、やっぱり基本的な戦略が、うん、あずっと前からやっとられるんだから、あのナンバー2として、はいはい、あっていいはずが、なるほどね、それがこう見てるとね、うん、こうはっきりしないで、うん、こっちに行ったらやってきたりしてるっていうのが私の感想ですね。あ、そうです。もう一つの問題があって、それは東北新社に絡む、はい、問題ですけども、はい、こう、まあ、そのあたり前後からですね、まあ、頼りは文春だけかと。はいはい。接待情報の。はい。もう、野党の人もなんか文春の記事持ってるみたいなとこありますよね、はいはいはい、もうなんかもっと調査能力とかあってもうよくいいんじゃないかなって俺は見てて思うんだけど、どうですか。まあ、安倍政権の時からですね、うんうん、もう非常にこの事柄がはっきりしていたことはたくさんあるわけです、うん、例えば奥さんがね、うん、例のあの学校の関係者で、うん、その四国のあの獣医の大学に免許をやるとかですね、うん、しかしそういうことに対して、うん、当時の安倍政権は全部否定したわけですよ、盛りかけ騒動、盛りかけ騒動、はい、でそれでおかしいじゃないかと周りが言っても、うん、自民党が良くも悪くもしっかりその安倍さんを支えてたからそこまでいかなかったわけですよ、うん、それが今回菅さんになってですね、うん、ある意味じゃあ、うん、安倍さんに負けないぐらいの、うん、そういう力を持ってるのかなと思ったんですけど、うん、まあそれはあの文春の、うん、あれもあるでしょうけど、うん、どんどんその、はい、まあなんていうか矛盾が明らかになって、うん、だから今もしその安倍さんが言ったようにね、いやそれは奥さんが勝手にやった話だなんて言ったらね通らないですよね。ちょうど息子さんの問題にもなってるけど、しかし安倍さんはそれで押し通してきたわけですよ。だからまあそういう意味じゃ残念ながら安倍さんの時にはまだ我々野党がですね、そこをこう突破できなかったというのはちょっと力不足でしたね。これは私の反省を含めてね。ご長男の今のケースだとやはりこう突破というか、こういうところがたくさんあるみたいな感じ。まあいろんなことがだから表に出始めた感じですね、はい、だから安倍さんの時にはそれが表に事実上見えてるんだけど、はい、この
国会の場とかでは、知りません、知りませんで、押し通せたわけですよね。でも、公文書まで改ざんしちゃったわけですからね。これはもうね、それはもう、今だったあの公文書の問題をね、ご主人が亡くなられてね、奥さんが今でも、訴えるとかいろいろやっておりますから、それはもう、ひどさで言うと、今の菅さんと安倍さんを比べたら、まあ、どっちも私から言うとひどいけども、それは安倍さんのやり方は相当ひどかったですね。亡くなられてますもんね。いや、もう、まあ、両方とも問題も合わせてね、で、今日があって、まあ、近頃の新聞では、また内閣のね、菅さんの支持率が、ここに来てちょっと上がったと、いう報道がされてます。ここで上がってくる、それは野党としてはどんな風に見てらっしゃるんですか、そこは。私はね、最近やっぱり世代を感じるんですよ、はい、逆の意味で。まあ少なくともね、私とか、私さんの時代というか、まあ学生時代はね、ほとんどの大学はストライキやってたんですよ。学生運動って。まあ、そう、当時ね。そうすると、大体ね、20代っていうのは、その、年上に対してね、なんだと、お前たちはね、って言って、どっちかというと、若い人が、その、比較的年上の人に突っかかってたわけですよ。だから、その、世論調査しても、当然ながら、高齢の人が自民党支持が多くて、若い人は自民党支持が少なかったわけですよ。今それが逆転してるんですよ。若い方の支持がやはり高い。相対的にですよ。その、で、なぜかというと、若い人にとっては、そういうふうに、その、誰かのことをね、まあ簡単に言うと悪口言うのはね、悪口を言うこと自体がなんかダサいというイメージなのかなと私は理解してるんですよ。そうかな。だから、もう、どの世論調査を見ても、若い人ほど相対的にですよ。全体のこの支持率がこうなったりしても、例えば50代以上ね、60代、70代の人の自民党支持率が多少下がっても、若い人の自民党支持率というのはあまり変わらないとかね。そういう状況なんです。その背景は自民党がいいというよりは、そういうふうにこう人の悪口を言うことはね、やっぱりね、ある種のその若い人にとっては、逆の意味で格好悪いという意識なのかなと、これが私の分析です。興味がないっていうことはないでしょうか？いや、それもあるんです。興味がない理由の一つはね、これはよく言うんですけど、テレビができた頃、私がまあ中学か小学校の頃、大谷総一という人がね、テレビのことを何と言ったか覚えてます？まだ若いからね。1億総白地化装置と言ったんですよ。白地化、つまりみんなパーになると。しかし今はテレビを見てるとバカになるっていうね、そういうことを言ったんです。テレビを見てると頭悪くなるって聞いたことあります、ね。それを言ったのが大谷総一という極めて著名な評論家だったんですよ。今はテレビじゃなくてネットの時代ですよ、ネットの特徴というのは、興味のあることはクリックすれば情報が出るんですよ、興味のないことは永久に見ないんですよ。新聞ならね、興味がなくてもね、一面に大きく書いたり三面に大きく書いてあったら、興味がなくても目に留まるんですよ。一応見ますね。一応見るでしょ、しかしネットっていうのは興味のないことに永久に情報が入らないんですよね。だからさっき言ったように、若い人にとってはね、自分の興味のあるところは引っ張るけども、興味のないことはほとんど知らないままで、でそれに反応しない。でもそういうことが分析でそうだとするならばですよ、野党としてはなおさらそういうところに働きかけなくちゃいけないし、ね、なおさらもっとなんかこう強いなんか求心力を持っていかなくちゃいけないんじゃないかなとも思うんですけども。いや、それはもちろん一般論的にはおっしゃる通りで、それはまあ今ね、枝野代表などが一番苦労してるところだと思うんですが、まあ彼の見方はですよ、彼の見方、私の見方と 100% 一致ではないにしても、やはり政権交代の客観的な可能性があるかないか、例えばこの前の選挙、今から4年弱前の選挙で言うと、結局、希望の党でしたか、あれができて、バラバラに野党が入って、で、その時、かろうじてですね、その今の立憲民主党が60人ぐらいかな、衆議院で。60人の衆議院じゃね、いくら
かっこいいことを言う方が政権交代の可能性ってのは客観的にゼロなわけですよ。少なすぎます、ね。いっぺんにね、やるのはね。まあそうですかね。うん、いっぺんになるのは、ね。やっぱり300ぐらい言いますかね、うん、衆議院で言うと、うん。それがやっとこの間でいろいろありましたけど、うん、その国民民主党とかいろんな話し合いをして、うんうん、少なくとも今は衆議院で150人ぐらいの勢力に。うんうんうん、なりましたから、まあ、参議院でもかなりの勢力ですから、うんうん、やはりそういうそのトータルの、うん、党のこの大きさが、うん、まあ例えばあの民主党の最初の政権、うん、つまりこれはあの鳩山さんの時ですが、うん、あの直前までは多分、当時の民主党も130か40だったと思いますね、うん、それが一挙に280ぐらいで政権交代になったんですよ。あの勝手な意見ですけど、あの鳩山さんの時もね、なんかこう長妻さんとかもそうですけど、まあ、外から見てたらちょっとなんか根回しとかなんかそのちょっともう簡単な言葉で言うと世間知らずというか、こうアメリカに対してのその沖縄問題のことだとかがもうちょっと慎重にやればよかったんじゃないかなと僕は思ってるところがあるんですよね。いや、うん、ですからね。しかも長妻さんなんかは、うん、あの当時厚労大臣でしたっけ、はい、でなって、それで厚労大臣になったはいいけど官僚が誰も言うこと聞かないと、うん、こっちを向いてくれないと意見が通らないと、それでまああれなん内閣人事局みたいな形になっていったんだと思うんですよね。まずですね、うん、やはりあの鳩山政権というかその民主党が初めて政権を取った時に、うん、政権を取る前に閣僚を経験した人は10人いなかったでしょう、うんうん、まあ、私は偶然ね、自社さ政権の厚生大臣をやってましたけど、はいはい、ですから、うん、あ、そうでしたよね、閣僚経験者がほとんどいないで政権ができたのがこの時の政権なんです、はいはいはい、しかしもし今度、うん、今の立憲民主党を中心にした野党が政権を取れば、うん、閣僚経験者は、うん、まあ、閣僚と副大臣とか含めれば、うんうん、副大臣などを含めれば100人以上の経験者います。あ、まあ、とにかくとその今官僚の人たちもね、なんかこう若い人が辞めたり新しく官僚になる人が少なくなるくらい、まあ、人気がなくなっちゃってるんですけども、うん、まあ、そのこの国をね背負っていこうとする人たちがちゃんと活動できる場を、まあ、政治家と一緒に作ってほしいなってもうみんな思ってると思うんですよね、うん、まあ、ですから最初に言ったことと重なって恐縮ですけど、やっぱりねその思い切って変えようと国民が思うか思わないかですよ、うん、まあ、選挙で変えるか変えないか、政治家はもちろんあの野党は変えてほしいと思ってますね。はいはい、はい、今回の部分は、はい、あの原発後10年目の真実、うん、総理大臣でいらしたわけですね、当時そうでしたね、大変な混乱の中で、うん、まあ、僕たちは伝え聞いておりませんけど、最大の被害はさっきあの最大ねのことを想定しなくちゃダメだとおっしゃってましたけど、はいはい、最大のあの時の被害はどんな状況になると思いだったんですか。あの事故が始まってですね、うん、3月の24日ですから、うん、2週間後にですね、うん、はい、近藤原子力委員長という方にですね、うん、あのその最大最悪の状況 を、うん、あのまあ、シミュレーションとしてお願いしたんですよ、はい、でそこから出てきたあの最悪のケースは、うん、特に4号のプールの中にあった、うん、使用済み燃料が全部水が抜けて、うん、それが表に出た時に、うん、250キロ圏の範囲、東京もこれ含まってるということですね、うん、ちょうど含まってます、あの、はい、250キロ圏の範囲から全ての人が避難しなきゃいけなくなると、それがその最悪のシナリオとして、うん、書かれてました。で実は最近あの船橋さんがそれはいつの時点でそうなるんじゃないか、例えば311の日があって、はい、原発が314でしたっけ、爆発したのが、いやもう12に最初に、翌日にはもう1号機が爆発しました、爆発して、はい、でその状況のどの時点、それが爆発した時点で被害はこれだけになるだろうってその時の想定ですか。そうではなくて、ええ、2号が1号が爆発して、うん、はい、その後どんどん行くんですけど、はいはい、4号も爆発したんですが、はいはい、実は4号というのはこれ定期点検中で原発そのものは動いてなかったんです、うんうん、ただ使用中の燃料を
使用済み燃料プールに移してたんです、うん、で使用済み燃料というのは格納容器の外にあるんです、はいはい、でこの水が蒸発して、うんはいはい、そしたらそこでメルトダウンが起きる、うんうん、その時を想定したのが近藤俊介さんのその原子力委員長のシミュレーションで、うんうん、その場合にはものすごいの高い放射能が、東西に流れていって、それで250キロ圏から避難が必要になるだろうと。それは数十年という単位です。あの時確か枝野さんが直ちに人体に被害は及ぶことはないっておっしゃったと思うんですけども、これはですね、うん、ちょうど10年目でいろんな本が出てるのでですね、うん、ぜひいろんな本読んでもらいたいんですけど、うん、当時彼もですね、うん、入ってる情報以上のことは言えないわけですよ、うん、ですから少なくともその時点ではですね、うん、実はその原子力安全委員会というのもあったんですよ、はい、そこが直接アドバイスをしてくる、うん、マダラメさんという人が委員長です、うんうん、その方と相談しながら避難範囲を決めてたんですよ、うん、でそういう中で確かにそういう発言があったんですが、うんうん、ですからそういうその専門家の意見は聞いた中でだけども完全に安全とは言えない、しかし今すぐ危険というとみんな逃げなきゃいけないから、はい、ということでそういう発言になったと私は見てますけど、はい、もう時間がどんどんなくなってきてるんですけど、はい、お時間なくて申し訳ないのですが、まあ、ちょっとその前に、はい、やっぱりそれでいろいろ考えがたくさん進んで原発ゼロは今は達成できると菅さんはおっしゃってます。はい、うん、簡単に言うとですね、はい、今事実上達成してるんですよ、うん、それを動いてないですからね、はい、つまりね、この10年間、はい、つまり 3.11 から、うん、私も3日ほど前に福島に行ってきました、うん、原発にもう一度、うん、でその間で、うん、全体の電力の中で原発が生み出したこの10年間ですよ、はい、何パーセントかご存知ですか。もう数パーセントぐらいしかない。3%です。はいはいはい。で再生可能エネルギーはそろそろ 20% になるんですよ、うんはい、でも残りまだ火力にも頼ってますね。いやもちろんそれはあるんですけど、ねうん、でなぜね、うん、原発がこれだけね、うん、まだ若干誤解されてるのは、うん、つまりはどんどん再稼働してるように、うん若干皆さん誤解してるんですよ、うんうんうん、それは悪いことじゃないんですけど、再稼働になるとニュースになるんですよ。だから1年経ったらあれ一旦は止めるんですよ。まず再稼働なんです。だから再稼働のニュースを聞くとね、もう20機ぐらい動いてるような気になるんですよ。